白雲の章、水雨の説、国風の塔。生い茂った草木を濡らす雨は、時に烈風をまとい、時に霹靂とともに降り注ぐ。雲間から差す陽光に照らされた水雨は、フォドラの大地を潤す恵みとなり、自然の厳しさを教える災いともなる。そして雨の通り過ぎた後には美しい虹がかかる。あなたに依頼したいことがあります。生徒たちと共に王国領へ赴き、ある族を征討してもらいたいのです。彼らはファーガス貴族のゴーティエ家から英雄の遺産、破裂の槍を盗み出した頭目の名はマイクラン。拝着されたゴーティエ家の子息らしい。紋章を持たないためと聞いている。王国では特別珍しい話でもない。紋章なき者に女神の力は震えません。ですが武器を振るうだけならば可能です。英雄の遺産は人の手に余る強力な武器、相応の戦力を持って臨まねばならない。だが今西方教会の廃教者どもを粛清すべく、騎士団の主戦力は修道院を離れている。だからこそ英雄の遺産に対抗しうる武器、天帝の剣を得た君が適任と考えた。天帝の剣は遺産の中でも群を抜いて強力な武具。心配は無用だと思いますが、生徒たちにも危険が及ばぬよう大修道院切っての手だれを同行させましょう。改めて言っておくが、その剣を持つにふさわしい振る舞いを心がけてくれ。それとハンネマンさんが君を探していたはずだ。後で尋ねるといい。以上だ。来たか先生。まさかあんたが解放王の子孫だったとはな。まさか忘れてないよな、前に山を切った英雄の遺産の話をしたろ。それがその天帝の剣、解放王ネメシスの使った剣なのさ。とぼけんなって。天帝の剣はかのネメシスのみが使えた遺産。それを使えるってことはあんたにも同じ紋章があるってことだろ。わからないは通用しないぞ先生、特にここ大修道院ではな。そういえばあんたハンネマン先生に呼び出されたんだよな。あの部屋の器具で紋章を調べるのか。なら俺もお邪魔して。よう、クロード坊や、ご陽気に何を騒いでるんだい。ジュディット、なんでここに。ジュディットさんだ坊や。名手を継ぐまではさんをつけろと言ったろ。わざわざあんたを呼びに来てやったのさ。リーガン校の具合がどうにも悪くてね。おいおい、まさかじいさん危篤なのか。いやそうじゃないよ。だがあの体じゃ次の円卓会議にはとても出られない。代理として坊やに出席してほしいってんで私が使者を買って出たってわけさ。そいつはご足労どうも。ああ先生、彼女はダフネルの列女ジュディットだ。へえ、あんたがクロード坊やの先生なのか。手を焼いてるんじゃないのかい。彼女はこう見えてレスター諸侯同盟に属する名門ダフネル家の当主なんだよ。かつては円卓会議に列する強豪だったが、今じゃすっかり落ちぶれて。その口縫い合わされたくなかったら黙ることだね坊や。さっさと行くよ先生。悪いけど少しの間この子を借りてくからね。
まだ先生との話も終わってないってのによ。悪いな先生、また今度話そう。課題までには戻るさ。それじゃあ行くぞジュディット。だから3を、いや、こっからの坊やは名州代理官。承知しましたよ。いや、よく来てくれたな先生。話は聞いたよ。天帝の剣の力を使ったと聞いたぞ。それで君の紋章の正体が確定したのだ。我が輩は君の紋章を目にしてはいたが、当初それが何なのかわからなかった。やがて我が輩はふと気づいた。見えているのは全体の一部に過ぎないのではないかとね。すなわち君の紋章は大きすぎて通常の器具では観測しきれなかったのだ。そうと気づいた我が輩は適合しうる紋章を調べに調べ、一応の仮説を立てるに至った。だがどうしても確信が持てず、これと結論付けた紋章が異質すぎたのだよ。解放王ネメシスより千年以上世に出ず途絶えたとも思われていた紋章、炎の紋章、それが君の力の正体だ。君が天帝の剣を使えたことで我が輩の仮説は真実であると証明された。高級の時を経て蘇った伝説の力、君がその力を宿していることにもはや疑問の余地はないようだ。おお、お前も誘うつもりで探してたんだが見つからねえから先に来てたんだ。たまにはあいつのお前の母さんの墓参りでもしようと思ってな。このちっぽけな墓の下にお前の母さんが眠ってるのさ。ん？ああ、当然の疑問だよな。そのあたりの事情は話せば長くなるんだが、そういやお前にはあいつのことをあんまり話してなかったよな。穏やかで賢くて料理も上手で誰に対しても優しい人だったよ。それに花が好きだった。俺が珍しい花を摘んで帰るとそりゃ喜んだもんだ。懐かしいな。あいつの笑顔が見れりゃ俺はそれだけで最高に幸せだった。あいつが一番の笑顔を見せてくれたのはお前が腹の中にいるって分かった時だ。お前を産んですぐ死んじまったから一緒に過ごした時間はほんのわずかだったろうが、あいつはお前を心から愛していた。それだけは覚えておいてくれ。この指輪はあいつの唯一の形見だ。そのうちお前に譲ってやるさ。いつかお前にも大切な人ができたらこの指輪を送ってやるといい。さて先生、ここが九段の塔らしいぞ。塔って割には随分とでかいな。かつての戦争の名残ってやつだな。賊のくせにまあご立派なねぐらを見つけたもんだ。あ、いや、盗目のマイクランは元貴族か。知っててもおかしくないのかもな。数百年前この辺りは攻め寄せる北方の民を迎え撃つ要所の一つだった。この塔は当時監視と防衛のため建てられたもの。攻略には骨が折れるだろうな。ギルベルトさんでしたっけ。さすが王国出身、お詳しい。あ、そうだ、せっかくだし少し質問してもいいですか。ああ、構わない。私に答えられることであればな。ギルベルトさんは破裂の槍ってのを見たことがあるんですか。かつて現物を見たことがある。立派だがどこか禍々しい槍だった。ゴーティエ辺境博によればマイクランはその槍で多数の追手を返り討ちにしたと。紋章のないやつでも使えるんですか。聞いてた話と違うな。
一方で先生以外じゃ紋章を持ってでも使えない天帝の剣もあるし、先生が特別なのかもしれないな。この戦いも期待してるぜ。強気に出たな。いいことだ。俺も頑張ってみるとするよ。おっと、雨が強くなってきた。さっさと片付けしまおう。ガキの分際でやるじゃないか。体が崩れて中からマイクランと槍が。なんとか倒せたな。槍を回収して修道院に戻ろうぜ。あの男、まるで槍に飲まれるように姿形を変えおったの。あれを見てはコアッパどもが動揺するのも仕方ないというものじゃ。英雄の遺産とやらが秘める力はあれほどとてつもないものなのか。じゃがあの力、あの姿、わしは知っておる、覚えておる。なぜじゃ。天帝の剣を使うお主もあのような力を振るうのじゃろうか。よく戻りました。これも主のご加護の賜物でしょう。ことの顛末はすでにギルベルトから報告を受けています。かの塔で起こった惨事は胸の内だけにとどめておいてください。遺産を使った人間が化け物になったなどと噂が広まれば、貴族の権威は地に落ち、フォドラ全土が混乱に陥るでしょう。それは避けねばなりません。同行した生徒たちにもよく言い含めておいてください。わかりましたね。あの黒き獣は女神が下される罰なのです。英雄の遺産を使う資格なしにそれを手にした愚昧で傲慢な者への。紋章を持たぬ者が震えばマイクランと同じ運命をたどることもあるでしょう。ですがあなたには天帝の剣を振るう資格がある。そう憂う必要はありません。槍は教団から正式にゴーティエ家へと返還しましょう。さあその槍を。感謝します。やはりあなたに任せたのは正解でした。節の終わりにもう一度報告に来てください。その際翌節の課題を伝えます。
先生、お疲れさん。あんたのおかげで課題は無事終了だ。なあ、マイクランはさ、本当に自分が遺産を使いこなせるとでも思ったのかな。だよな、やつは無駄と知りながらもとにかく自分のものにしたかったんだろうさ。だがあんな化け物になっちまうことまではマイクラン本人も知らなかったようだな。あの恐ろしい化け物も英雄の遺産の力の一部ってことなのかね。英雄の遺産には古より不吉な噂がつきまとっておりました。トマスさんか、驚いた。あ、いや、書庫番のあんたが書庫にいるのは当然だが。話が聞こえてしまいましてな。英雄の遺産について一つお教えしましょうか。ネメシスが蛇に染まってしまったのは天帝の剣のせいだとか、遺産を使い続けたせいで黒き獣に身を落としてしまった英雄がいるとか、英雄の遺産の負の面についてかつては多くの記録が残されておりましたそうな。かつては消されているのですよ、ポドラ全土から。この書庫から消えた記録も少なくない。その言い草、まるで教団が事実を隠蔽してるみたいじゃないか。いや、確かにレアさんはコナン島で起こったことを誰にも話すなと。トマシさん、あんたはなんでこんな話を俺たちに。あなたが英雄の遺産について何やら探っているようでしたのでね、夜ごと調べ回っているようですが、騎士団に気づかれる前におやめなさい。さて、おせっかいはこの辺にして、わしはこれで。やっぱ気づかれてたか。書庫にはやたらと足を運んでるからな。けどやめるわけにはいかない。先生、そんなホイホイ個人的な事情を説明すると思うか。俺のことを教える代わりに先生の秘密も明かしてくれるってんならいいけどな。それは聞き捨てならないわね。秘密なら私も共有させてくれる？おやおや、意外なところで学校で一番秘密を共有したくない相手だな。学校で一番秘密を持っているあなたに言われると光栄だわ。買いかぶりだろ。俺の秘密なんてたかが知れてる。それより俺は先生の話をそらさないで。クロード、今はあなたの秘密の話よ。あなたの父は何者なのかしら。どうしてあなたは急に現れたのかしら。リーガン校は事故死した嫡男一家をはじめ多くの家族を失って後継がいなかった。リーガン家が名手の座を追われればおそらく同盟は揺らぐことになったわ。あなたは何を目的にリーガン家に、そしてここ修道院に来たの？せっかくの両手に花だってのにトゲが怖くて触れやしないな。俺にはささやかな夢があってね、そいつを叶えるには力が必要なんだ。そんな俺に紋章の力があることが分かった。こいつは渡りに船とばかりに乗って何か役立つもんがあるんじゃないかと、この大修道院の門を叩いた。どうだ、俺の夢に必ず協力するってんなら残らず教えてやってもいいんだがな。私は私の夢を叶えるわ。それがあなたの夢の邪魔にならないことを祈っていて。先生はどうだ。そうかそうか、ま、今は語らないでおくよ。あんたの立場ってもんもあるしな。
難しい課題をよく達成してくれました。優れた手腕で生徒たちを導き、英雄の遺産を無事に奪還してくれたこと感謝します。私の期待通り天帝の剣を使いこなせているようですねさて、翌節の課題について伝えますが、大司教、セテス、どうしたというのです？フレンの姿が見当たらないのです。君は見なかったか？心当たりは全て探したが、どこにも姿がないのだ。何か危険な目に遭っているのかもしれない。ああ、私はどうすれば。セテス、まずは落ち着くのです。課題の件はまた改めて。あの男、まるで槍に飲まれるように姿形を変えおったの。あれを見てはコアッパどもが動揺するのも仕方ないというものじゃ。英雄の遺産とやらが秘める力はあれほどとてつもないものなのか。じゃが、あの力、あの姿、わしは知っておる、覚えておる。なぜじゃ。天帝の剣を使うお主もあのような力を振るうのじゃろうか。よく戻りました。これも主のご加護の賜物でしょう。ことの顛末はすでにギルベルトから報告を受けています。かの塔で起こった惨事は胸の内だけにとどめておいてください。遺産を使った人間が化け物になったなどと噂が広まれば、貴族の権威は地に落ち、フォドラ全土が混乱に陥るでしょう。それは避けねばなりません。同行した生徒たちにもよく言い含めておいてください。わかりましたね。あの黒き獣は女神が下される罰なのです。英雄の遺産を使う資格なしにそれを手にした愚昧で傲慢な者への。だからこそ回収を急いだのです。結果的には間に合いませんでしたが、槍は教団から正式にゴーティエ家へと返還しましょう。さあ、その槍を。感謝します。やはりあなたに任せたのは正解でした。節の終わりにもう一度報告に来てください。その際、翌節の課題を伝えます。先生、お疲れさん。あんたのおかげで課題は無事終了だ。なあ、マイクランはさ、本当に自分が遺産を使いこなせるとでも思ったのかな。多分やつは使えないことを知りながらとにかく手に入れたかったんだ。だがあんな化け物になっちまうことまではマイクラン本人も知らなかったようだな。はあ、あの恐ろしい化け物も英雄の遺産の力の一部ってことなのかね。英雄の遺産には古より不吉な噂がつきまとっておりました。トマスさんか。驚いた。あ、いや、書庫番のあんたが書庫にいるのは当然だが。話が聞こえてしまいましてな。英雄の遺産について一つお教えしましょうか。ネメシスが蛇に染まってしまったのは天帝の剣のせいだとか、遺産を使い続けたせいで黒き獣に身を落としてしまった英雄がいるとか、英雄の遺産の負の面についてかつては多くの記録が残されておりましたそうな。かつては消されているのですよ、
ポドラ全土からこの書庫から消えた記録も少なくない。その言い草、まるで教団が事実を隠蔽してるみたいじゃないか。いや、確かにレアさんはコナン島で起こったことを誰にも話すなと。トマシさん、あんたはなんでこんな話を俺たちに。あなたが英雄の遺産について何やら探っているようでしたのでね、夜ごと調べ回っているようですが、騎士団に気づかれる前におやめなさい。さて、おせっかいはこの辺にして、わしはこれで。やっぱ気づかれてたか。書庫にはやたらと足を運んでるからな。けどやめるわけにはいかない。先生、そんなホイホイ個人的な事情を説明すると思うか。俺のことを教える代わりに先生の秘密も明かしてくれるってんならいいけどな。それは聞き捨てならないわね。秘密なら私も共有させてくれる？おやおや、意外なところで学校で一番秘密を共有したくない相手だな。学校で一番秘密を持っているあなたに言われると光栄だわ。買いかぶりだろ。俺の秘密なんてたかが知れてる。それより俺は先生の話をそらさないで。クロード、今はあなたの秘密の話よ。あなたの父は何者なのかしら。どうしてあなたは急に現れたのかしら。リーガン校は事故死した嫡男一家をはじめ多くの家族を失って後継がいなかった。リーガン家が名手の座を追われれば、おそらく同盟は揺らぐことになったわ。あなたは何を目的にリーガン家に、そしてここ修道院に来たの？せっかくの両手に花だってのに、トゲが怖くて触れやしないな。俺にはささやかな夢があってね、そいつを叶えるには力が必要なんだ。そんな俺に紋章の力があることが分かった。こいつは渡りに船とばかりに乗って、何か役立つもんがあるんじゃないかとこの大修道院の門を叩いた。どうだ、俺の夢に必ず協力するってんなら残らず教えてやってもいいんだがな。私は私の夢を叶えるわ。それがあなたの夢の邪魔にならないことを祈っていて。先生はどうだ。そうかそうか、ま、今は語らないでおくよ。あんたの立場ってもんもあるしな。さて、難しい課題をよく達成してくれました。優れた手腕で生徒たちを導き、英雄の遺産を無事に奪還してくれたこと感謝します。私の期待通り天帝の剣を使いこなせているようですね。さて、翌節の課題について伝えますが、大司教。セテス、どうしたというのです？フレンの姿が見当たらないのです。君は見なかったか？そうか、どこを探してもいないのだ。一体どこへ。何か危険な目に遭っているのかもしれない。ああ、私はどうすれば。セテス、まずは落ち着くのです。課題の件はまた改めて。チャンネル登録よろしくね。